はい、皆さんこんにちは。今回は戦後仕組みが変わった日本についてです。1945年昭和20年8月15日は終戦の日です。この日以降日本の仕組みは変わり現在に至ります。これは誰もが知っていることですが、実は変わった仕組みについて隠されてきた疑いがあります。仮説の検証を行い何度も言ってきておりますが、戦後アメリカは少数民族優遇政策を行いました。日本の在日を中間支配層にして間接統治を行ってきました。なかなか信じがたいと思いますが、実際に同様なやり方を欧米は行っています。アフリカにルワンダという国があります。ベルギーの植民地時代に少数派のツチ族が中間支配層に据えられました。ルワンダ虐殺はこうした植民地政策に起因します。植民地の統治方法として少数民族を優遇するやり方は実際に行われています。日本も戦争で負けた状態の時に同じやり方が行われた可能性はあるはずです。ルワンダで少数民族優遇政策を行った弊害として、優遇されてきたツチ族がたくさん犠牲になりました。日本は先進国でこのようなことはないと確信していますが、欧米の植民地政策に加担することをやめて我々の側になっていただきたい。分割統治、分断統治とは、民族や土地、宗教などで植民地を分断して統治しやすくするやり方です。それについて今まであまり知られていないことは、実際に我々が分断統治をされていた状況証拠でもあります。戦後日本ではどのように分断統治されてきたのかについて、私の仮説をお聞きください。戦後テレビを各家庭で見てきて、テレビは家庭と社会をつなぐ窓でした。テレビからいろいろな出来事や価値観を知りました。ここを抑えれば日本を牛耳れると言っても過言ではありません。今まで多くの芸能人が帰化人だったと動画でお知らせしてきました。芸能人だけではなく、プロ野球選手も帰化人が多い。あらゆる分野で帰化人が多い可能性があります。またまだ帰化してない在日の方も同数以上いらっしゃいます。帰化してない在日の有名人もたくさんおります。松坂慶子さんのお父さんが出した本です。お父さんは朝鮮半島から渡ってきた方で、お母さんは戸籍がなかった無国籍の方だそうです。お父さんが昭和49年に帰化したと書かれておりまして、清水秀明や松坂秀明で帰化とありましたので官報で確認いたしました。そうしましたら民族名菅さんということで、松坂秀明、清水秀明と通名で載っておりまして、確かに官報に載っておりました。大女優も在日の方でした。坂井紀子さんのお父さんも在日と言われております。坂井峰木、金峰木さんと、裏付けは得ておりませんが、峰木という名前も在日の方である可能性を感じます。親が暴力団で、在日という厳しい条件でスターになっております。松坂慶子さんの例もありまして、在日の方を選んでスターにしている可能性があります。スターになった在日の方々はテレビを仕切る者たちに大変な恩義を感じます。全力で、尽くします。このような本を見つけました。著者のパク・イルさんはテレビにたくさん出ている方のようです。パク・イルさん曰く、屋敷隆人氏が在日コリアンだとおっしゃっておりました。在日であると公表したことがある有名人一覧をまとめておりました。またこれは氷山の一角に過ぎず、公表していない有名人の方が多いそうです。でこれがほんの一部に過ぎないということで、有名人は在日ばかりのようです。在日は人口比では 1%、 100人に1人しかいませんが、有名人が在日ばかりであることは通常では説明できません。何らかの影響力が働いている可能性があります。10代の若さで日本デビューしたこの方、日本人ばかりの芸能界に一人で飛び込んできた設定でしたが、実は少し違っていました。同胞がたくさんいる芸能界だったのです。芸能人だけでなく、あらゆる分野の有名人が在日の人だという次の例です。日本人初めてのミドル級世界王者、竹原慎二さんです。1995年平成7年
12月19日、日本人初のミドル、世界ミドル級王者になりました。竹原慎二さん、昭和47年1月25日生まれ。日本の元プロボクサー、現在はタレント、YouTuber。カープに乗っておりまして、菅慎二さん、民族名、昭和47年1月25日生まれ。竹原慎二さんの慎二と生年月日が一致しておりまして、竹原慎二さんが帰化されておりましたことが分かりました。東京都板橋区南時和台以下を検索いたしましたところ、このビルで帰化しておりましたことが分かりまして、マークを拡大しますと沖ボクシングジムのマークです。竹原選手は沖ボクシングジムの所属で、これで間違いないです。竹原慎二さんが帰化されておりました。1995年平成7年12月19日、日本人初の世界ミドル級王者になりました。帰化したのは1997年平成9年5月9日ということで、世界王者になった時はまだ帰化前です。帰化しておりませんでした。日本人初のミドル級世界王者と歴史に名を刻みましたが、まだ帰化前だったんですね。メディアは知っていたはずです。竹原選手が隠していたわけではなく、メディアが伏せていたことがわかります。世界チャンピオンになってから2年後に帰化されておりまして、日本人になったため、この点については触れられることがなくなりました。確かに今日本人です。メディアが全体的に調整しています。有名人は日本人であることにしている可能性があります。日本に大きな影響力を持つテレビを統括する何者かが調整してきた可能性があります。今はテレビだけではなくなりました。そのため皆さんとこのような問題を一緒に考えることができます。戦後からこのような状況になったと考えております。テレビに映るものは有名人になります。有名人が在日ばかりである理由を考えていきましょう。戦後テレビを中心に日本を動かしてきた仮説です。テレビには在日のヒーローを配置してきました。また在日の方々とは仲が悪くなるように誘導してきました。分断統治はお互いに仲良くされては困るからです。慣れ合いをされては優遇した少数民族が上納してきません。民族同士が争うように仕向けてきます。これもテレビを中心に行ってきた可能性があります。ご覧ください。核兵器でも作って日本に打ち込むべきなんだ。韓国が日本を嫌っているように報道します。韓国は日本をいつも嫌っているように報道します。嫌いですよ。だって韓国を苦しめたじゃないですか。日本も韓国を嫌っているように報道します。みんな頭がおかしいと。でも韓国だけで他の国はこういうふうにはやりません。芸能人が韓国を非難します。それをなぜ報道するんでしょうか。韓国が嫌いなんですよね。なぜ言うのか。韓国でもこのように報道されたりしています。最近大阪で韓国人という理由で理不尽な仕打ちを受けた話が相次ぐ。日本人は韓国と在日韓国人を嫌うようになりまして、相手も日本人を嫌うようになります。日本は嫌いですよと。以前他の動画で挙げましたが、日韓のメディアは表裏一体ということで、日本の報道機関が韓国と密接な関係である証拠についてです。テレビ局、新聞社、通信社は韓国と親密に連携しています。日本の会社にそれぞれの韓国の記者が入っています。韓国の報道機関は全て知った上で日本の報道機関は報道しています。ではなぜお互いに嫌うように報道するんでしょうか。日本のある企業を例にします。外食産業第3位コロワイドです。巨大な外食企業コロワイドです。様々なブランドを傘下に収めています。コロワイドの会長、クロード・カネオさんです。官報に載ってまして、帰化した人です。社内移動のお知らせに、生年月日が載ってまして、昭和22年8月3日、生まれです。で、官報、昭和22年8月3日生まれで、で、ご自宅があります、神奈川県逗子市。で、独特の名前ですね、カネオさん、山本カネオさんが通名で。で、民族名、李秀寛さんです。李さんです。で、コロワイドは複数の事業会社を統括する会社です。アトム、カッパクリエイト、レインズカンパニーと。で、コロワイドの社内法があります。
で、会長の文書ですね。レインズインターナショナルの社員についての記載がありまして、コロワイドがレインズを買収して5年、未だに挨拶すらできないバカが多すぎる。お父さんお母さんにしつけすらされたことがないのだろう。家庭が劣悪な条件で育ったんだろう。閑散とした家庭環境の中で育ったのか、かの泣くような声で挨拶。個人的に張り倒した輩が何人もいる。何人も張り倒したそうですね。私が嫌いで嫌悪感すら感じるんだろう。もっとその方がなぜ会社にいる。辞めて転職したいんだ、したらいいのに、この会社を買収時面接をしなかったことが一番の原因だろう。今更その程度に私に逆らっても始まらない。所詮コロワイドが買収した会社。生殺与奪の件を私が握っている。さあ、今後どうする、どう生きていく、アホどもよと。元レインズの社員は挨拶ができないと指摘。衝撃的な内容ですが、こういう会社の経営者が、報道を聞いたらどう思うでしょうか。どのような対応するでしょうか。日本の企業は在日の方々がたくさん経営者です。有名人、著名人は在日の方々ばかりです。仲違いさせるようなテレビの報道によりまして、日本人を嫌うようになります。これは一例で ABC マートの口コミなんですけど、大卒の基本給は13から14万。開店から閉店まで店に出て残業代込みで月20万円を確保するのがやっとだと。そういう厳しい状況ですね。低賃金化、サービス残業増加化、社員が厳しくなる環境に向かいます。在日経営者は日本人に厳しく対応するようにしていきます。嫌うほどどんどんそうなっていきます。で、ABC マートの創業者経営者、三木正弘さんは、日本の大富豪です。で、この方、通名、三木正弘さんで、民族名は京正弘さんと帰化した人です。三木正弘は通名です。で、現在の最低賃金ランキングは、日本は先進国では下の方ですね。日本人はどんどん貧乏になっていきます。で、このような報道ですね。メディアがお互い、仲違いするような報道によりまして、国民がどんどん貧しくなっていきます。で、事情を知りつつ、芸能人は発言していると考えられます。この役目は日本人にはできません。日本人を貶める行為ですから、そのために有名人が在日の方でなければならない理由である可能性があります。出てけ、日本が嫌だったら出てけと。何をと相手はなりますんで。で、こちら2019年富豪ランキング。全員在日非課税の可能性があります。複数名は確認はできております。在日経営者が資産を増やし、国が税金を上げて、お金を吸い上げて、日本人を豊かにさせないための報道です。仲違いさせる、これが理由だと考えられます。今回は、こちらについてですね、ご紹介いたします。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。以上のように、アメリカは日本において分断統治を行い、テレビを中心に影響力を行使して搾取してきた疑いがあります。これについて皆様と考えていきたいと思います。